みんな寂しいだろうな。私がいなくなって。先に進むしかないよね。困るだろうな。やっぱり私がいないと。突っ込んであげて。僧侶の服、衣を12種類集めよう、達成。12種類?なんかめっちゃ中途半端な感じやね。はい、それじゃあ料理を。ん?待って、あれか。違う、出発しましょう。はい、決定、このメンバーで。でももうちょっとであれよね。もうちょっとできっと、アスムのところにたどり着けるはずだから。あ、なんか向こうの方に。ここ行ったらその次ぐらいかな。びっくりマークが。いっか。マリア心強い。よきよき。よきよきよ。わあ、グリフォン。やっつけないと。うん、少しお待ちを。え?まだ顔がくっついていない。このままなら無害です。え、モンスターは何?顔がくっつかなかったら攻撃はしてこないの?逃がしてあげましょう。うん、うん。優しいんだね、マリア。いやいや、お恥ずかしい。え、てか何?あんな小さいの、グリフォンって。なんかすごい巨大な感じするけどね、戦いやるとき。どっちに進む?私は断然上へ向かいます。HP バナナ足りてる?多分みんな満タン持っとると思うけど。持ってるだけ持っとるよね、きっと。いけ。マリコ、でも、さっきみたいなグリフォンとかは、その、羽の部分に顔がくっつくけんあれやけど、なんか、何?こういうさ、ちゃんと目の位置に人の顔、ミーの顔がついとるやつは、そのミーたちの顔がついてないときは何なの?のっぺらぼうなの?え、めっちゃ思ったんだけど、のっぺらぼうなの?グリフォンは元の顔があるからいいよ。え、なんなんやろ?それはそれでかわいそうな感じが。ね。あ、速攻でつくんかと思った。曲がるんかい。はい、開けます。上トマトスパゲッティゲット。レアやで、レア。よきよき。え、また下に行くの?これ結局戻ってくるってこと?え、そういうことやん。え、そういうことやろ、これ。ダークグリフォン。うわー、どんだけ一人で顔をつけまくってるの。え、これは6人分の目ってことでよろしいの?一応なんか全部同じ目やったけど、コピーしとるわけではないよね。全部違う人なの?あれは。ほら、あの部分が途切れただけやん。え、あの部分に何があったんだ、逆に。さあ、ちょっとここはまっすぐ行ってみようか、次は。ね、無理しないでって言われてもね、無理しないでの場合は何?寝るの?その場で。ねえ、キャンディーってさ、決め台詞ある?あ、あるよ、あるよ。教えて、教えて。ほほう。何、ほほうって。マリアの服いけてる。確かに、どうなんやらあれ、かっこよさげの服ではあるんかな。かっこよさげ?気品あふれるみたいな。このさ、モンスターごとに、顔の部位が違うのはなんなんやろうね。ミーたちの。私目の部分欲しいとか、私口の部分欲しいみたいな感じ?そういう感じなんかよそにすんなし。あ、やっぱりこれ全部同じ目なんかな?なんかそんな感じするね。コピーか?コピーか?あ、でもびっくりした時の目やったらちょっとよくわからんな。自分だけ隠れるなよ。最悪。仲間を売るやつ。いや、一本、今、同じ目あったね。ってことは、きっとコピーして貼り付けてるんだな。お手伝いします。ありがとう。周りから着実に、着実にやっつけていく。余裕だね。やったね、アイナ。さっき縦にしたのに褒めてくれてる。なんていい子なの、ヒッコーちゃん。納得できない。何が?さっきので仕留められなかったことが納得できないってこと?すごいな。自分の力にめっちゃ自信があるんやね。まあでもそれでやっつけるだけいいけどね。ローストグリフォン!ローストされちゃったよね、顔さえくっつかなければ、無害って逃がしてもらえたのに。お、
舐めた MP 飴が40個になったので、神の力の目覚め。MP 飴の効果アップ。MP 飴の回復量が35から40になった。ほほほ。MP 飴をたくさん舐めて新たな力が目覚めたようだな。MP 飴は不思議なことに、舐めれば舐めるほど効果がアップするのだ。次は50個舐めたらさらにパワーアップするぞ。どんどん舐めなさい。ほほほ。お、好きレベルアップ。いいね。どん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 と。好き。二人とも同じ色やしね、服も。なんかパッと見ちょっと、ね、お揃いみたいな感じ。はい、それじゃあ料理。お任せで。あー、キャンディーさんだけ。ちょっとよろしくなかったわ。キャンディーさんとクルミちょっと、お腹が満たされていたね。はい、それじゃあルーレット。ウェディングブーケをください。ウェディングブーケは？え、誰の？ん？あ、あれ？ピッコちゃん？花？そういうこと？あ、どっちにしろペア旅行券 S クラスだったけど。さあ、それじゃあ、ルーレット式で選んでいきましょう。はい。ピッコちゃん。はい、ピッコちゃんとキャンディーさんで、レッツゴー。さあ、楽しんできてくださいまし。いいね、旅行。二人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、家みたいだった。なんかいつも思うのがね、あの、お正月とか、そういう時になんか旅行私いつも行くんやけど、してもなんか、テーマパークとか、テーマパークとかね、お、二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。でもそういうところでのイベントってさ、なんか普段、平日とかはしよるけど、お正月に行ってもしてないんよね。辛いことに。逆に春休みとか夏休みとか、そういう時の方がしよんかなぁと。謎めいた頃も。いいね。でっかいハテナが帽子、MP 飴を1個買ってきた。お釣りの2100ゴールドを返してくれた。まあ、お金を返してくれるのはいいんだけど。いいんだけども。はい、とりあえず出発しましょう。じゃ、次多分、びっくりマークのところに行けるんじゃ。あ、ほらほらほら、来た来た来たー。やったね。え、まだこの先もしかして。あー、あと1個先や。とりあえずここクリアしてこう。火山、暑そうだな。暑いどころじゃないやろうけどね。そんなもんじゃないやろうけど。行くか。マリア心強い。だって大賢者様だもの。マグマの湖だ。私さっきね、マグマにハンカチ落としちゃった。そしたら、ジュッって燃えて消えちゃったよ。ひえー、落ちないよ、気をつけよ。一瞬で消し済みになってしまう。まあね、マグマやもん。そのなんか、ボコボコボコって、飛んできよるやつは大丈夫なんかな。火の粉みたいなやつ。グレムリン。この子たちは一体ど、あ、目か。普通に目か。そうだよね。こういう、ね、こういう子たちは、ミーの顔がつかなければ、何も見えなかったわけだからね。命を吹き込まれたということだ。グレムリンのおやつめっちゃ可愛いよね、なんか、パステルチックで。ね、作り物みたいな感じ。あー、大丈夫か。う。泣かないで。ここは、は、グレミン。気づけー。気づいて、代わりにキャンディが助けに来た。ありがとう。ピックルはキャンディに感謝した。気づいてよ、くるみん。つらいよ。もう先々行ってしまっとったんかな。あ、でもあっという間に着きそうやね。もうちょっとじゃない？はい、来たわ。グレムリンの耳についてるのは一体何？ピアス？ピアスっぽいね、なんか。輪っかになっとる。おぉ。仲間まで巻き添えにして。やったね。ね、自爆してくれたから、ボムボールガム。
まあ、あの子が出てきてくれたら結構戦闘は楽になるんかな。周りの子もやっつけるから。はい、それじゃあ、料理を。はい、お任せで。4人でいただきます。あ、キャンディーさん、さっきもだったのに、今回もですか？辛い。辛いよ。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレットを。謎めいた衣、さっき買ってこれなかった謎めいた衣をお願いします。ね。お金渡しても買ってきてくれなかったから。あ、これはいけるはず。あ、いけるいけるいける。やったね。余裕。余裕。さあ、これで、キャンディーさんに。あー、色どうしよっか。これかわいい。どれ？これ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 。これちょっと赤っぽいやつ。これにします。オッケー。巨大なハテナがチャームポイントやね。あ、違う、もう一回じゃない。もう一回望めた頃ももらってもあれやし。はい、そして、お小遣い。特に誰も何もないね。じゃあ、出発しましょう。次こそ、びっくりマークや。進んでこう。はい、来たー。あ、ここぐるっと一周して終わりか。敵？ん？あー、そういうことか。みんなとはぐれちゃった。仕方ない、先に進もう。でもそこ円になって終わりじゃなかった？違った？仲間たちが半分ずつに分かれてしまった。マジか、まだそういうことがあるのか。待って、今なんか影3人分あったんだけど。もう一人はバリア？あそこもちゃんと影あるのね。なるほど。こっちに分かれたのか、マリアは。助かる。ストイックな毎日が成果につながる。トレーニングだ。うおー。二人の絆が強くなった。いいね。あとちょっとや。なんか好き度って結構、ぐんぐん上がっていくよね。はい、料理で。お任せー。てか、料理はさ、別に半分になってないけんさ、どうなんこれ。仲間半分に分かれたけど、なんかこっちに料理も全部あるみたいな。料理人ですし。さあ、ボクシンググローブをください。あ、また半分やん。やった、これきっといけるよ。いけない。いけない。HP バナナ？はい、来た、HP バナナ一本。まあね、食べて、また、神の力を目覚めさせんといかんけんね。はい、そして、お小遣いはどうですか？お。チェックのエプロン、ください。やったね、何色がいいかな？今のか、あ、かわいい、ピンクでいく、私。ちょ、最初違うのを持っとったけど、これでいく。はい、それじゃあ、進みましょうか、3人で。仕方ない。いきます。あ、向こうには戻れるんやね。なるほど。でもって、あっこで、また合流するってことかな。行くか。ほら、マリアがおる。怪物の気配？ってことは次のビックリマークは怪物か？そういうことではない。どういうこと？しゃー、いけいけ。で、これあれよね。この、大魔王にさらわれた側の方は職業を失わんのやね。再会したときそのまんまやしね。ずるいわ。私の職業ばっかり奪いやがって。今回は良かったけれども。グレムリンのおやつ美味しそうって思ったけど、あれやな、ドーナツ生地部分が青いね。おもちゃにしか見えんかもしれん。みんなとはぐれちゃった。岩が邪魔で戻れないし。みんな寂しいだろうな。私がいなくなって。先に進むしかないよね。
困るだろうな。やっぱり私がいないと。突っ込んであげて。行くよ。ほら、突っ込んであげてよ。辛いわ、そういうのね。さらっと流されるの。お、来た来た来た。はい、ボムが出てきたってことは、まあ、一定時間経つと爆発してくれるでしょう。あ、相手いなくなったわ。もうあの子を単体で爆発するしかなくなっとるね。ありがとう、マリア。これもしかして何回か、あれかな。なんか、ダメージを受けた回数で、爆発するとかそういうの決まるんかな。どうなんやろ。わからねえ。時間なんか、攻撃を受けた回数なんかそんなんかもしれん。MP 飴1個ゲット、ありがとう。余った MP 飴、宿屋に送った。まあ、みんなね、HP バナナと MP 飴。両方多分、満タン持っとんやね。準備万端。ヒック。ヒック。脅かすんだ、後ろから。いけ。どう？止まった。あ、よかったよかった。それはよかったよ。かなり好き。二人は挟み撃ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。挟み撃ちなんて卑怯だわ。この次はね、多分びっくりマーク。はい、それじゃあ料理を。お任せで。あ、二人とも同じもの食べよる。ローストグリフォンかな。はい、そして、ゲームコーナーでルーレットを。シャムネコをください、シャムネコ。四分の一や。シャムネコをくるみんに。お願いします。あ、来た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 、やった。やったね。さ、シャムネコは、色はどんな感じやったかな。もちろん、くるみにあげます。あ、縁の部分が変わりよんか。なんかもう、現実的な色が、どちらかといえばいい気がするけん。この、4色ぐらいかな。1、2、3、4。じゃ、ちょっと薄めでいく。クリーム色。はい、これで。かわいい。かわいい。はい、それじゃあ。お小遣い。お、クレミンが。あ、ここでわかるね。お小遣いを欲しがっとるっていうの。あ、足りないよー。ボクシンググローブ、足りないよー。お金を貯めるしかない。よし。このメンバーで、二人で行きましょう。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。